外国人の技能実習生が働く会社が守るルールを作る世界では働く人の人権が大きな問題になっていますアメリカなどは日本で働きながら技術を習う外国人の技能実習生は人権が守られていない と言っています味の素や日本コカ・コーラなど大きい会社で作る団体が実習生などが働く会社が守らなければならないルールを作りました会社は契約する前に実習生が分かる言葉で働く時間や給料などについて説明しなければなりません 実習生たちが働く人の権利を守る組合に入ることができるようにしますそして自由に出かけたり休んだりすることや短い間自分の国に帰ることができるようにします困ったことがあった時に実習生が相談できる場所も用意するように言っています 団体はルールを決めて取引をしている小さい会社にも人権を守ってほしいと考えていますはいタイトルが外国人の技能実習生が働く会社が守るルールを作るはいえっと 技能実習生という人たちがいます。技能実習生として日本に来て働いているんですね。でもその働く会社、ルールを守ってない。ルールが守られていない。ルールがもしくはちゃんとできていない。だから、 技能自主戦を守るためのルールができたんですねはい最初の文世界では働く人の人権が大きな問題になっていますはいサブジェクトは人権がバーブ問題になっているどんな問題大きな問題 人権というのは大きな問題だ大きいトピックなんですねみんなが話し合いますみんな関心がありますみんなが大切だと思ってます人権が大きな問題なんですはいどんな人権ですか働く人の人権です人権って難しいですね人権今日この言葉を覚える必要があります人権漢字はね 人でしょそれから、権権利の権、はい、つまり簡単に人の権利です。人の権利。ニューズウェブイージーはこう説明してますよ。人が生まれた時から持っている自由、平等などの権利。 生まれまますね。生まれた時からみんなにあります。一人一人が持っています。権利。自由です。みんな自由です。みんな平等です。これを人権と言います。人権。最近これを勉強してるんですよ。だからすごく私にとってタイムリーなトピックです。はい。どこでこれが大きな問題になってますか世界で。 世界でだからそれをはパーティトピックパーティコにします世界では大きな問題になってるんです次アメリカなどは日本で働きながら技術を習う外国人の技能実習生は人権が守られていないと言っています、うん サブジェクトはアメリカなどです。バーブ、言っている、はい。アメリカとか他の人たち、他の国ですね。が何か言っています。はい。言う内容とパーティコーでつなぎます。何んにと言っています。はい。なんでしょう。点の後ろですね。日本で働きながら技術を習う外国人の技能実習生は 人権が守られていない。ここまでです。はい。だから、何々何はい、文ですね。文をクォートするので、とパーティックを使うんです。何々と言っています。はい、その文の中は何ですかはい技能実習。技能実習生は人権が守られていない。つまり、技能実習生の人権が守られてないんです。うん。 技能実習生の人権が守られてない。はい、動詞守る。人権はね、守るとかね。言います。それから、守られてない。あと何を言うかな人権が人権、うん、人権に使うバーブ。人権を大切にするとかね。はい、大切にする。 人権を守るはいで守られてない、はい、大切にされてないんですね人権が守られてませんはいで技能実習生ってどんな人かこれがこの前の説明日本で働きながら技術を習う外国人の人です日本で働きながら技術を習う人ですながら 技術いいろろありますね技術は何ですか技術はそうですねあの技とかね難しいこと簡単に言うとうん例えば車を作る方法とか例えばこう IC チップを作る方法とかね、えっとまあ、もちろんね例えばラーメン麺を作る方法とかこれも技術です。 例えば日本語を説明するこれも技術です、うん、他にあるかな技術大体分かりました技術はいまあテクノロジーとか言いますけどねえっとなが,ら、はい、ながらはいながらはいつ使うんですかはいこれをしながらこれをするっていう時に使うんですねながら はい、つまり技能実習生は2つのことをしてますよ1つ目日本で働くもう1つは技術を習うです日本で働くそして技術を習うこれを一緒にします2つ一緒にだから日本で働きながら技術を習うになるんですね次 味の素やに日本コカ・コーラなど大きい会社で作る団体が実習生などが働く会社が守らなければならないルールを作りましたサブジェクト団体が、はい、バーブ作りました団体は何グループですはいえっ、ー、とねいろんな人が入ってます団体はい この文ではどんな人がグループの中にいるか言ってますよ味の素日本コカ・コーラこういう大きい会社がグループにいますだからこの名前ね味の素と日本コカ・コーラは2つだけですけど他にもあります、うん、だから、えー、や、 B や、C、こんなふうにや「や」でつなぐんですね。味の素や日本コカ・コーラなど大きい会社で作る団体。はい。えっとね、トーパーティクルでもいいですよ。味の素と日本コカ・コーラなど大きい会社。でもそうすると大きい会社が、うん、味の素と日本コカ・コーラなどやっぱりね、など 今2つあげてるけど2つだけじゃないって言いたい時は「と」だと限定して聞こえるので「や」の方がナチュラルです味の素や」「日本コカ・コーラなな、ね」など「や」「何にななど」ね「A」「や」「B」などはいまあもう3つあったらどうなるかというと「A」や「B」「C」など こんなふうにつなげます。はい、とよりもやを使います。そうするともっと他にもあるよと伝わります。はい。このね、団体が作りました。何を作ったルールを作った。どんなルール守らなければならないルール。はい。守らなければならない。つまり、守る必要がある。つまり、守りなさい。 ですね。はい。誰が働く会社です。はい。会社が守るんです。はい。どんな人が働く会社？この実習生などですね。はい。ここになどがついているのはどういうことですか？実習生だけじゃないよ。みんな会社で働く人、はい。会社で働く人ね。みんな誰でも会社。 はちゃんととルルールを守ららなななければならないと言ってます実習生などが働く会社が守らなければならないルールを作りました、まあ、つまりこの団体のみんなこの団体がルールを作ったんですね自分たちの関連する関係する会社が守るルールですね会社は、はい、どんなルールがあるかはこの次が出てきますねえっ、ー、と ルールはね、1つ、2つ、3つ、4つ言ってますよ。1つ目、会社は契約する前に、実習生が分かる言葉で、働く時間や給料などについて説明しなければなりません。はい。さっきも出てきました。守らなければならない。ここは説明しなければならない。強いんですね。なければならない。はい。 ルールの時によく使うんです。なければならない。なければならない。だから、この今日の記事にたくさん出てくるんですね。なければならない。はい。説明しなければならない。つまり、説明しなさい。はい、何を 働く時間や給料を説明しなさい。それだけじゃないです。だから、働く時間や給料などって言ってますね。さっきも出てきましたね。A や B などについて。はい。説明する内容はついてを使います。について説明する。〜何々について話し合う。〜何々について議論する。 トピックはについてて。と言いいい、ますね。うん、についてはい、それから時間や給料について説明しないといけないんですけどそれだけじゃないどうやってはいでパールコ実習生が分かる言葉で説明しなさい しかも、いつ契約する前です。契約する前にちゃんとしなさい。これが一つ目。二つ目。実習生たちが働く人の権利を守る組合に入ることができるようにします。はい。ここはね、しますですけど、なければならないでもういいですよ。<laughs> 実習生たちが働く人の権利を守る組合に入ることができるようにしなければなりません。 はいえー、組合に入ることができるようにするんですね組合はいグループですね労働者の権利を守ります組合と言います働いている人が助け合うグループですね組合です組合に入ることができないのかもしれませんよ うん、今ねはい「組合」はどんな組合ですか?「働く人の権利を守る組合、はい、権利」さっき「人権」と出てきましたけどここに新しい単語「権利」があります見ましょう。